はい、ということで、まあね、今日は、まあ本当ね、なんて言うんでしょう、まあ昨日がね、王の放送協会2周年ということで、本当に非常に感慨深い、そんな一日だったなと思うんですけども、まあ2年やってきて、まあ本当つらかったこと、悔しかったこと、様々あるんですけど、でもね、やっぱね、2年間やってきてね、YouTube の視聴者さんがコメントくれるんですよ。それにね、すごく励まされました。はい。まあ、本当に自分一人じゃね、ここまで続かなかったと思いますし、コメントがあったからこそ、こうやって見てくれてる人がいるんだな、じゃあ頑張ってみようかなっていうことで、続いた2年だったんですね。で、オールナイトニッポンももうすぐ2年になりますから、まあ、気を引き締めてね、これからどんどん、王の放送協会、そして、オールナイトニッポンをね、成長させていければなと思います。王の高弘、成長します。それでは行きましょう。王の高弘の、オールナイトニッポン。テンツテレンツ、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 はい、どうも、始まりました。オールナイトニッポンのオールナイトニッポン、毎週金曜夜10分をめどにお送りしております。お相手は吉本芸人、大野高弘が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ということでね、始まりましたけども、なんすか、なんすか、ちょっと待って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 、なんすか、なんすか、いや、ちょっと待ってよ。いや、ちょっと本当、一回してくださいよ。いや、冒頭で僕が皆さんへの感謝のコメント聞きました？長いよ。聞きましたか？長いって。ものすごい感謝を込めて、そしてこの10分俺で一人で頑張ろう、そう決めてやろうとしてる。何でお前ら入ってくるんだ。もうマミー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 、セカワセカワから、本当にいい加減にしろよ。もう本当、なんで、何なんですか、あなたたち。名乗ってください。誰ですか。ヒルレベアです。お願いします。レギュラーだった。ごめんごめん。レギュラーじゃん。いや、別に望んでないけど。なんだよ、レギュラーの子たちじゃん。ごめんごめん、悪い。ということで、ゲストじゃございません。レギュラーの昼寝部屋、バラキエルさん、そして中山さんです。お願いします。まあでもですね、この王の高弘のオールナイトニッポン、もう王の高弘のってついてますんで、はい、まあレギュラーですけども、これは僕一人でやらさせていただきます、今後は。ね、今日はね、まあレギュラーになったということでね、まあ乱入ですか、これは。そうですまあね、なんか言いたいことがあって来たんでしょうね。何ですか、何が言いたいんですか。僕に何が不満でもありますか。前あるけど。てか、お前らさ、てか、お前らよ。何すか。何ですか。キングオブコントいつだよ。まだ決まってないよ。正式にはまだだよ。まだ決まってないよ。まだ決まってないよ。頑張れよ。ありがとう。ありがとう。ちょっと優しかった。ありがとう、ありがとう。頑張れよ、お前。俺応援してんだ。俺が、ネタから離れてな、キングオブコントとか、M1、今もう M1 だよな。俺らの時はまだザ・漫才だったけども。M1 とかな、俺お前らのこと応援してんだぞ。ありがとうございます。今年こそ1回戦突破しろよ。さすがにね、したいね。したいね。したいはしたいけど。どういうコントでいくんすか？いや、まだ何も考えてないね。何も考えてない？バカか！ 基本的にコントあんまやってないんだよね。バカか！いいでしょうよ。俺が、お前、俺がな、ネタやってる時はな、1年前から、相方の鈴木譲二君と、懐かしい。練りに練ってやってきましたよ。ここを照準として、ね、1年間頑張ってきました。そしたら4年連続、1回戦敗退でございます。すいません。そんな大声で言うことじゃないじゃん。なんと4年連続
で1回戦敗退ということで、すごい上から来たくせに大した結果じゃなかったから、申し訳ございません。ちなみに、ザ・マンザイも3年連続で1回戦敗退でございます。はい、ちなみに、4年目解散した年ですね、ザ・マンザイ出ませんでした。ああ、はい、ということでね、はい、僕が言えることはね、緊張するけども頑張れと。めっちゃ上から結構いいところまで行った人のセリフだよね今。緊張するけど頑張れよ。だってさ、俺思うんだけど、俺も今でも覚えてますけど、キングオブコントの直前って超緊張するよね。超緊張するね。あの暗い舞台裏でさ、みんながネタやってる中で並ぶんだよね。で、水、ペットボトルの水持ってさ、飲んだりしてさ、ちょっと気持ち紛らわしてさ、知らない人の前後にね。そう、で、ネタの確認とかもしたりしてさ、すげえ、すげえ緊張するよね、あれ。緊張するね。あれは本当に味わったことない人じゃないと分かんないよね。味わったことない人、味わったことがある人、味わったことがない人じゃ分かんないよね。そうだね、最後には、本当にあれは緊張する。だからこそ、多分1回戦突破したらものすごい嬉しいと思うんだよ。まあそうだろうね。絶対突破してよ。したいけど、もうコント決まってんじゃないの。もうそろそろ決めとかないとやばいんじゃない。そうなの。アリネタで行くの。新ネタ、新ネタで行くの。アリネタがないんだってコント。アリネタのコントないの。ない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 。お前ら何やってたんだ。漫才だけど。お前ら漫才コンビだっけ。そうだよ。あ、知らなかったわ、レギュラーなのに、ごめん。でしょ。漫才コンビか。漫才よ。あ、そっか。そん、あ、でもまあ、でも漫才コンビでも1回戦突破する人はするよ。そうね、そうだね。今の時代もう漫才でもコントできないとダメな時代ですよ。そうね。どっちもできてないよね。どっちもできてない。ちなみに M1 の方は昨年何回戦まで行きました。昨年やめようよ、もうさ。もうなんかこう面白い人がこういうのやったら楽しいけど、我々みたいで1回戦止まりがしたって楽しくない。1回戦敗退ですか。バーバーバー。はい、ということでね、曲いきましょう。こういう風にね、まあいがみ合ってますが、みんな仲間でございます。僕たち芸人仲間でございます。はい、大野貴博でみんな仲間。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。一周回ってさ、おいでよ。一周回ってさ、おいでよ。みんなだから、みんな一周回ってこっちへおいでよ。一周回ってこっちへおいでよ。みんな笑ってんじゃねえ。だからみんな、おい笑っ、ちょっと待って、おい、もう終わり。僕らおい、曲の途中に何笑ってんだよ、お前。大爆笑じゃないですか。おい、もう中止だ、中止だ。おいおいおい、なんだお前、何笑ってんだよ。曲のコーナー一番好きなんだよ。曲やめろって、褒めるの。曲のコーナーが一番好きだったの。一番好きだった。めちゃめちゃ笑ってるからびっくりしたもん。もう涙目じゃん。いや、笑いすぎだよ。笑いすぎだよ。このコーナーが一番好きだから、私。このコーナー一番好きだよ、やばい、もう。歌コーナー一番好き。あー、ということでね、ちょっとね、途中で今、中断しましたけども、聞いていただきました、大野貴博で、みんな仲間でした。ありがとうございました。ね、バラキちゃんそんな好きだったんだ。もう今泣いてますよ、マジで。歌のコーナーめっちゃ好きだった。マジで泣いてるじゃん。マジで泣いてる。ありがとう、バラキ。最高の仲間だよ。そしてデブ！なんだよ！お前何寝てんだ、バカだね。寝てないよ、起きてたよ。お前寝てたろ、お前。起きてた、起きてた。曲中に寝てたろ、お前。何言うとうとしてたから、やろ。この時間眠いの、もう。眠いから、まあ夜だからな、しょうがない。まあいいや、ということでエンディングいきましょう。ありがたいぜ、ありがたいぜ、こうやってありがたいぜ。これがね、エンディングなんですよ。そう。ということでね、今日はなんと昼寝ベアさんが乱入ということでね、はい、どうでしたこの10分オールナイトニッポン、ちょっと体感して。いや、でもね、一回ゲストの時にも来ましたよね。まだレギュラーになってなかったことね。そうだね。うん、どう
でした？2回目のオールナイトニッポンということで。いや、なんでしょうね、うん、茨城さんがそんなにこのタスキだったのが一番の驚きかな。はいはい、まあ、そうでしたね。本当もう泣いてツボツボ泣いて笑うっていうのもすごいことですよね。そんなツボだったんだ。めっちゃツボ。ありがとう。何が来るんだろうって思う。ありがとう。こんなにヘビーユーザーだ。嬉しいです。こんなね、聞いてくれて、まあでもこれからはもう発信する立場ですから。まあ、オールナイトニッポンは僕一人でやらせていただきますけども、今後。でもね、ちょくちょく出ていただきます。ちょくちょく出ていただきますんで、またね、ゲストとして、来る機会があったらぜひよろしくお願いします。お願いします。最後になんか告知ありますか？特にないです。ないということで、ね。まあ、ライブ動画のね、スケジュールはね、あの、バラキさんツイッターやってますんで、この動画のね、これの、URL にね、バラキさんのね、ツイッターの URL も載せますんで、ありがとうございます。ぜひね、皆さんね、そこからね、情報、ヒルネベアの情報ね、バラキさん発信してますよね。してますね。そこからね、ヒルネベアの、ね、情報を皆さん、まあ、行かないか、でも。まあ、行かないか、みんな。行くよね、行くよね。みんなぜひね、キングオブコントも近いから、ほんと頑張ってくださいね、みんな。二人とも。はい。ね、頑張ってください。頑張ります。ぜひ、一回戦突破して、突破したら、徐々に行きましょう。はい、おー。やった、一番高いコースターの。徐々に。行くだけだから。徐々に行きましょう。え、おごってくれるんでしょ？いや、違う、目の前にいるだけです。目の前で立ってるだけです。行くだけです。徐々に行きましょう。はい、目の前に行きましょう。はい、食べません、食べません。はい、はい、ということで、大野高弘のオールナイトニッポン、毎週金曜夜10分は目処にお送りしてきました。お相手は吉本芸人、大野高弘と昼寝ベアでお送りしました。ありがとうございました。では、最後に一言、夢で会いましょう。バイビー！ キングオブコント頑張れよ！